素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ね、筋肉とか皮膚とかって言ってくれました。で、痛みを感じる人で神経のある人って筋肉になります、ね。で、細かい話すると、筋肉、腱、靭帯、膜という名前のついている場所にあります。お腹が急に痛くなったら、なってトイレ行ったら下痢だったとか、まあ、頭の血管切れて頭割れるほど痛いとか、冷や汗が出る痛みとか油汗が出る痛みって体験したことありますか？お腹が痛くてトイレ見つからなくて、もう冷や汗かきながらやっとトイレかこんなとかってありませんか？あの痛みってね、急性痛って言われる痛みです。急性痛で、あの急性痛、急性的な電気信号を伝える神経の線維っていうのはね、 A デルタ線維っていう線維があるんですね。名前覚えなくてもいいです。急性痛専用の神経線維があります。で、皆さんみたいに腰痛、慢性痛を伝える神経の線維は C 線維っていうんですけど、慢性痛専用の神経があります。全くの別物です。で、今日皆さんは慢性痛で来てますから、急性痛の話はしないでくださいね。この慢性的な電気信号を半月も1ヶ月も1年もダラ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 送られてるわけですよ。脳にダラ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 電気が届いてるってことなんです。これができるのは体の中で筋肉だけなんですね。